くそどうでもいい、重大ニュースが飛び込んできたので、皆様にお伝えします。有楽社、光店が、なんと閉店するみたいです。注意点ですが、有楽社の店長がやっている、有楽社姫路店のことではありません。光様とのコラボ店舗で、少し前に秋葉原にオープンした、有楽社光店が閉店する、という話です。姫路の有楽社が閉店するわけではなく、姫路の方はそのまま営業が継続されるので、注意です。人気 YouTuber 光30が、タッグを組んだカードショップ、有楽社光店が30日、閉店を発表。同店の店長が YouTube チャンネル、有楽社チャンネルで閉店理由を明かした。有楽社は兵庫姫路市に店舗を構え、光が YouTuber として駆け出しの頃からコラボを実施。その縁から2020年に光が東京秋葉原にある、家電量販店ソフマップに掛け合い、テナントを借りて光として支店の開店を実現していた。20年7月に開店し営業を続けていたが、重役閉店の理由を、はっきりと言ってしまうとコロナですと話した。当初は同年5月開店予定だったというが、緊急事態宣言で開店が延期に、さらには東京姫路間の移動の自粛も余儀なくされたために、開店準備から店舗運営まで、店長が多くの時間を割くことができなかったという、重役集客のために、光が来店するイベントを考えていたというが、コロナ禍で断念、ずっとコロナとのにらめっこになってしまったと語った。店長はサブカルチャーの聖地秋葉原で挑戦できたことに対して、光ソフマップに感謝、コロナが落ち着いて万全の状態になりましたら、東京の秋葉原また挑戦させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと前を向いた。いやーマジか、店長と光の知名度に加えて、有能な店長の手腕があってもダメでしたか。せちがらい話ですね。しかし今、カードショップという言葉を聞くと、とある別件を思い出してしまいます。もう言うまでもありませんね。みんな大好き、中井戸様のカードショップのことです。小さな竜宮城こと、七ポケ秋葉原店、中井戸様はそのオーナーです。今私は、カードショップという言葉に敏感なんですよ。しかも閉店とかいうワードまで含まれていたら、それはもうめちゃくちゃ気になりますよね。私はこのニュースを見たとき、おっ七ポケが閉店するんか、と一瞬思ってしまいました。病気、中井戸様ってあれでしょ、フラット工房様とかいうガチ流の兄貴から、カードショップの運営ノウハウを、結構教えてもらってるんでしょ。それなら店長を救ってあげてくださいよ。得意の朗読技術で、その黄金のノウハウを、店長にも教えてあげてくださいよ。あ、でももう閉店が決まったんですね。それなら手遅れか。仕方ないね。有楽社の店長と中井戸様は、過去に何度か絡んだことがあります。今では中井戸様が店を始めたので、お互いにカードショップを運営している、という大きな共通点があります。この二人、なんでコラボしないんですかね。流れ的にも、めちゃくちゃコラボしやすいと思うんですが、コロナに気を使っている、ということなのでしょうか。むしろ絡まない理由がないと思いますが、これはあくまで推測になりますが、あれから色々ありまして、お互いに絡むとちょっと面倒そうだから、という大人の事情があるからかもしれません。まあ確かに今中井戸様とコラボするのは結構面倒くさそうですよね。いろんな意味で一歩でもムーブを間違えたらめちゃくちゃ叩かれそうですし、今コラボしないのは正解だと思います。まあちょっと時間が必要かもしれませんね。少し時間を置いていろいろ沈静化して困るなも落ち着いてくれば、また二人のコラボが見られるかもしれません。店長はまだ秋葉原進出を諦めていないようです。秋葉原への出店を応援しております。店長と再びコラボする前に七ポケがサービス終了しないことを祈っております。最後までご視聴ありがとうございました。